か。やだな。皆さんおはようございます。おはようございます。本日の1時間目、今日はね、世界をマッピングしていこうということで、このタスキングマネージャーを使っていこうと思います。先生、タスキングマネージャーって何ですか？タスキングマネージャーとは、皆さんいつもなんか道迷ったなとか、道上がんないなって時に地図ってものを使うじゃないですか。うん、でも、この地図ってまだまだ未完成なものがすごく多いんですよ。え、そうなの？それでですね、僕たちが自分たちで地図をこう作って建物を読み込ませたりしてね、地図なんか作っちゃってね、それがポケモン GO のマップ上に現れるっていう。ポケモン GO？ みんな僕ないみんながこのタスキングマネージャーを使えばポケモン GO に携わることができるんだよ。え、やってみたい。じゃあ今日は小田原市のマッピングをしてみようか。わかった。それじゃあやり方説明するよ。まずはこのタスキングマネージャーという、まずはタスキングマネージャーを開いてログインしてね。右上のここからログインしたら自分の名前が出るようになるよ。それで今日は小田原のマッピングをしていくから、ここから小田原って検索すると、ここに小田原のプロジェクトが出てくるんだ。へえ。でね、こうクリックすると右下に貢献という文字が出てくるよ。それじゃあみんなここをクリックしてみてね。ここに地図が出てくるんだ。そしていくよ、うん、そうすると水色のとことこの白色のところがあるよ、あるのがわかるね。わかる。この水色のところはもうすでに他の人がマッピングをしたということなんだ。そしたらこの白色のところはまだマッピングされてないから、そこをクリックしよう。今日はそんなでかいところからいきなり始めても大変だから、この小さいところから始めていくよ。ここをクリックしよう。こっちクリックできた。広いので囲まれるから、右下に出てる選択したタスクをマッピングっていうところを押してみよう。出てきたのがわかるね、うん、そしたらこのサイドバーを押して画面を大きくするんだ。このピンクの枠内で囲まれたところが今回やる範囲だよ。それじゃあ実際に建物を囲んでいこうまずはこのエリアというボタンを押すよ。そしたらこの建物があるのがわかるね。この建物の角をクリック、最後をダブルクリックすると、こうやって囲むことができるんだ。おお、すげえ。そしたら上に出てくる建物の種類を選ぶよ。今回は建物全般にしよう。先生、どうしたの？よくないですか？よく気づいたね。この建物全般を選んだら、この光ってる枠内を右クリックするよ。そうするとここに直角化というのがあるね。ここをクリックすると、ほら、おお、綺麗になった。直角にすることによって建物をきれいにマッピングすることができるんだ。そして建物をマッピングしてそれだけで満足しちゃいけないんだよ。え、なんで？ここをまとめただけでいいやと思ってバツボタンを押しちゃうと、これが結局マッピングされないで終わっちゃうんだ。じゃあどうすればいいの？そんな時はこの保存ボタンを押そう。そうするとここにたくさんの英語が出てくるよ。まあよくわかんないからアップロードを押して、こうすることによってオープンストリートマップ上に自分が囲った建物がアップロードされるんだ。なんか貢献したみたいで嬉しいね。そうなんだよ。そしたらここにはたくさんの建物があるから、全部囲ってオープンストリートマップ上にアップロードしよう。おお。こんな感じでどんどん建物をマッピングしていくんだよ。で、保存します。はい。まだ終わってないんだけど、ある程度完成したらこの右側のこのなんだサイドバーをクリックして、この画面が出てくるから、このタスクの状態からこのタスクは完璧にマップされていますかというところに、完璧にマップされてたら、はい、まだ途中だったらいいえを押すんだ。わかった。今回はまだだからいいえだね。正解。さすがだね。まあ優秀なんで。そしてタスクは完璧にマップされていますかにいいえを押そう。うん。それでタスクを投稿、これをすることによってフォローがアップロードされるんだ。これでアップロードされたよ。これでアップロードされたら今日の授業は終わりです。ありがとうございました。みんな、キングマネージャーの使い方は分かったかな？分かりました。アリの力で世界中の人々をもっともっと手助けしよう。イエス。頑張ろう日本。バイバーイ